みなさん、こんにちは。私はシルラップシーのケネディ高校のダン・カロリンです。えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、またなんかあの、日本語の AP 試験のことを、まあ、勉強して頑張りましょう。はい。よろしくお願いします。で、はい。また先生、お願いします。はい。みなさん、こんにちは。私はラスベガス・クラーク高校のマタです。 えー、今日も皆さんと一緒に英語の勉強しますよ。よろしくお願いします。はい。じゃあ今日のトピックはえっ、ー、とテキスチャね。えっ、ー、とでまあ、what skills are being tested in text c h a とかね。えっ、ー、とあとまあどうやってうまくできるようになることね。えっ、ー、とでまあ。 まずこれちょっと見ましょうね。えっと、テクスチャーはインターパーソナルワイティングですね、えっと。ということは、インターパーソナルワイティングで、You must understand and apply appropriate communication strategies in interpersonal writing.You、ねえっと、must understand and apply appropriate varied syntactical expressions. それは何、まあ、あのということはあの、全く同じ文章何回も何回もね。 じゃなくて、いろいろな文章ね、センテンスストラクションとか、えーと、なるべく変えた方がいいと思いますね。えー、とで、Understand and apply appropriate writing systems in interpersonal writing. ということは、えー、とやっぱり日本語で漢字も、ひらがなも、カタカナもありますね。えー、とだから、適当にね、p r i a t e l y ね、適当に、えー、と漢字を使って えっと、まあ、カタカナも使って、ヒレガナもと使うことは、えっ、ー、と、大事ですね。だから、えっ、ー、と、全部はヒレガナとか、全部はカタカナとかね、それはあまり良くないと思いますからね。えっ、ー、と、その3つ、えっ、ー、と、ね、適当に使ってください。はい。じゃあ、えっ、ー、と、そのテクスチャーは、 えっと、必ず、えっと、6つのプロンプトがありますね。で、1つのプロンプトに、えっと、90秒ね、ね、90秒があります。それを、そのプロンプトを読んで答えることですね。90秒でしなければなりません。えー、っと、ということは、もちろん、えっと、キーボードの練習も、 とても大事だと思いますね。日本語でなるべくタイプの練習した方がいいと思いますね。90秒しかないからね。えっ、ー、と、まあ、皆さんね、えっ、ー、と、頑張って日本語でよくタイプしてくださいね。で、そのトーピックは、まあ、高校生にとって面白いトーピック、ま、代替しますからね。えっ、ー、と、ジェネラル t ン r e s t ね。ということは、 えっと前の試験のトピックはあの将来のあのプランとかねえっ、ー、と考えることねえっ、ー、とホームステイとかえっ、ー、とホームステイの間に何をしたいとか何食べたいとかねそういうことですねえっ、ー、ともし誰かあのあなたの町に来たら何を えっと、進めるとかね、えっ、ー、と、何を、まあ、聞いた方がいいとかね、そういうことですね。何が面白いね。えっ、ー、と、日本語の勉強も、えっ、ー、と、前のトピックでしたね。あの、やっぱり難しいですね。で、難しい点はどことかね、そういうことです。その後はグループプレゼンテーションね、えっ、ー、と、どうやってするとか、いつ一緒に練習するとか。 大体そういう話しましたね。それから学校に通うこと。やっぱりアメリカと日本はちょっとずいぶん違いますね。それぞれの国は違いますね。だから、えー、っと、まあ、アメリカの場合、私はアメリカで教えていますからね。えー、っと、バスか車でよく行きますね。特にアイオワ州は、えー、っと、スクールバスと車でよく行きますけど、えー、っと、やっぱり大きい町 にえー、と多分みんな自分の車じゃなくて、えー、と地下鉄とか電車とかね、えー、とバスもね。えーとまあ、それは、まあ、日本と同じような感じですね。えー、とファストフード、えーと。高校生は多分よくファストフードを食べますね。えー、とどのぐらい食べるとか、ねで。次は、えー、と学校の部活ね。 えっと、どのぐらいするとか、毎日とか、えっ、ー、と、いくつに入るとかね、そういうことですね。あの、健康とかね、えっ、ー、と、みんな健康な、えっ、ー、と、生活をしてますかどうかなえっ、ー、と、アルバイト、ね、えっ、ー、と、特にアメリカの場合は、高校生はよくアルバイトをしますね。ペット、みんなペットを飼ってますか 私は、えー、とあのすごくいいあのワンちゃんを飼っていますね。いい子ですね。えー、と環境とか、えー、とスポーツなど、あ,のあとは、えー、と学校のイベントとかダンスとかね、学校のダンスとか、えー、との話もありましたね。日本にはあまりないですね。 でやっぱり他のイベントとかまあいろいろありますけど、えっと、アメリカの学校でよく、まあ、あのー、ね、ホームカミングダンスとか、プロムとかがありますけど、日本にはないですね。だから、あの、日本人の高校生は確かに興味があります。えー、っと、で、テクスチャートの中で、やっぱりまあ、その、 えっ、ー、と、6のテーマが出てきますね。Personal and public identities, families and communities, beauty and aesthetics, science and technology, contemporary life t global challenges. 今日は、えっ、ー、と、ちょっと、personal and public identities と、families and communities の話をしましょう。ね。で、personal interests について話すとき、こういう表現とかよく使いますね。 何々に興味がある。ねえー、と私は、料、え、理、ー、に興味があります。あと,、えーとねあの、スポーツとかに興味があります。音楽にも興味があります。みんな、どんなことに興味がありますか、ねえー、と何々は興味深いですね。私は、あのまあ、日本の歴史あの興味深い。 思いますね、えー、っと日本の料理も私は料理が大好き、はいえーっと。何々するのが好きですね。I like to do 何とか何とかね、えーっとまああの。運転するのが好きです。運転するのが嫌いですとかね。えー、っと自分の好きなこととか嫌いなことみんなありますね。 えっと、何々は面白そうです。ということは、私は何々がやったことないけど、それは面白そうです。どうですかみんな何が面白そうですかバンジージャンプは面白そうです。怖そうです。とか、まあ、あの、えっと、か、例えば日本の良子の話だったら、 えっと、どこどこが面白そうです。えっ、ー、と、山とか、えっ、ー、と、まあ、お寺とか、神社とかは面白そうですとかね。で、やっぱり、えっ、ー、と、趣味の話ね、ハービーね、趣味の話も、えっ、ー、と、まあ、自分のイントレスね、自分の、まあ、興味があることはね、について話したら、えっ、ー、と、まあ、いいと思いますね。 えーっと、で、families and communities の話なんですけど、えっと、例えば、あの、そういうテクチャーとか、まあ、会話もね、えっと、ホームステイとか、まあ、あの、日本に旅行するとしたらね、えっと、まあ、あの、よく知りたいのは、まあ、食べ物とか飲み物な、何が好き、何が嫌いとかね、えっと、日本に行ったら何がしたいとかね。 あとは、えーと、やっぱりそのホストとか、えっ、ー、と、その留学生とかの、えっ、ー、と、ご家族とか、ご兄弟、ご両親、お友達とか、どうやって時間を過ごすそういう質問を、えっ、ー、と、よくしますからね。だから、えっ、ー、と、前の、 えっと、テックスチャットに、えっと、まあ、こういう感じの質問が出たことがありますからね。みんなよく考えてみてくださいね。ね、また先生、もしかしたら、えっと、もし、また先生が、えっと、留学生をホーストしたら、どういう質問をしますか例えば、あの、また先生が行ったことない国から誰か留学生来たら、どういう質問をしますか はい、そうですね、あの私も、えー、っと日本からの、えー、生徒をホストしたことがありますが、えー、アレルギー、今はあのアレルギーを持つあの生徒たちもいますので、例えばあの動物のアレルギーも含めて、食べ物のアレルギーがあるかどうかというのを、えー、聞きたいと思います。はい。 ありがとうございます。えー、っと、じゃあ、そのフェミー、families and communities, また、えっと、コミュニティの話で、まあ、街とか、えっと、自分の近所の話も、えっと、それもありますね。あの、ね、まあ、それぞれの近所がありますからね。えっと、もし、例えば、誰か、日本人が、えっと、 あ,のあなたの町に来たら、まあ、その辺に何が有名ですかもうわりに何がありますかとか、向こう、えーと、どんな食べ物を食べますか,か向こうの天気はどうですかそういう質問があとテクチャーに出る可能性が高いと思います。あと、もし、えーと、まあ、コミュニティといえば、やっぱり学校の あの文化はとても大事ですね。えー、っと、そのテクチャーは、えー、っと、まあ、あの、必ずちょっと、まあ、ああの、まあ、あの、日本の高校生とか、あの、まあ、あの、海外の高校生の人生について質問しますからね。例えば、授業、えー、っと、放課後ね、after school とか、えー、っと、卒業ね、グラデュエーションの話とか、行事。 イベント、入学式、ね、エントランスセレモニーとかね、部活、クラブ、科目、ね、どんな科目が好きですかサブジェクトとか入学試験、エントランスエグゼムですね。日本人は高校生、まあ、必ず入学試験を受けなければなりませんとかね。あ,のあとはアルバイトも。 えっと、やっぱり高校生の文化の、えー、と一つのことですね。えっ、ー、とま、また先生、あの、また先生、やっぱり、えっ、ー、と、日本の、あの、高校に,あのに通ってたけど、今、アメリカの高校で教えていますね。えっ、ー、と、どの、ど、どう違いますかアメリカの高校と日本の高校。はい、そうですね。日本の高校では、あの、 例えば、えー、と学校で、えー、外の、えー、例えばスニーカーと中の例えば、あのー、サンダルとか変、えー、えなければいけないという規則がありますね。えー、あの規則に関して言えば日本の、あのー、高校生の方が、えー、厳しいと思います。えー、アメリカののの高校生の方が、まあ、女の子はお化粧したりとか、えー あの服装ももととても自由だと思いますはい、はい、ありがとうございます確かにあのいろいろなえっ、ー、とそういう点がありますねえっ、ー、とアメリカの高校と日本の高校絶対ありますねえっ、ー、とやっぱりまあ日本の場合はまあこの写真を見てえっ、ー、と制服も着なければなりませんとかねえっ、ー、と でも、やっぱりそ,そっちの方が、日本の方が規則が厳しいと思いますね。えー、っと、で、もう一つの大事なのは、そのトーピックだけじゃなくて、誰とチャットをしてますかそれも、えー、っと、まあ、必ず、そのプロンプトの前に、えー、っと書いてある、書いてありますね。あの、で、例えば、まあ、あの、留学生。えー、っと、ペンパウとか、友達。 えっと、まあ、あの、一般の日本人の高校生とか、えっ、ー、と、日本の、日本語の大学の教授とかね、えっ、ー、と、それから、まあ、クラスメイトとか、えっ、ー、と、まあ、ホストファミリーとか、ホストマダーとか、ホストファダーとか、そういう場合もありますね。それはとても大事ですね。それを考えて、例えば、 まあ、確かに、えーと、大学の日本語の教授と話してたらね、絶対、えー、と丁寧語、ね、polite language を使わなければなりませんね、えーと。それは忘れないでください。もし、まあ、友達だったら、もうちょっと a ジュ a l な日本語を使っても大丈夫ですけど、えー、とそれは、まあえー、とちゃんと考えて、えー、となるべくあのいい答えを書いてください。 あとは、えーと、それぞれのプロントがあのインストラクションがありますね。で、そのインストラクションを必ず読んでください。とても大事なポイントですね。えっ、ー、と、そのインストラクションを読めば、えー、とどうやって答えるかあの、もうちょっとはっきりわかるようになります。例えば、justify your opinion. Justify your opinion は、まあ、どうしてそう思いますかとかそういう感じですね。だから、えー、とその場合にはあの必ずちょっと、まあ、あの自分の意見なんかの理由、ね、リズンがありますね。ということは何々ですからね、えーと。冬は寒いですから好きじゃないです。簡単に言えばね。えー、とそして explain。まあ、これは結構、まあ、あの あの一般的な、えー、とあのあのインストラクションなんですけど、えーと、でも何かちょっと説明してください。あのそれを理由になる可能性が高いですね。えーとまあ、これは多分一番一般的な、えー、とインストラクションですね。リスパン、ただリスパンね。えーと Give a prompt or give a reasonable response. And a, and a, a, a good response. And, so, and so, make a suggestion. And to make a suggestion, how do make a suggestion まあ、何々してくれさいまあ、それはちょっとリクエストなんですけど、えっと、でもまあ,あの、一応それも使いますけど、えっと、何々した方がいいです、えっと。何々したらどうですかとかね、えっと。まあ、何々した方がいいです。まあ、ちょっとアドバイスのような感じなんですけど、時々まあ、えっと、スイジェクションとして、えっと、もう使いますね。えー、っと、state your opinion ね。 あの私は何々だと思いますね。何々と思います。state your preference ね。えー、っと、それは、あの例えばも、私は、えー、っとチョコレートの方がバニルより好きですとかね。えー、っと、簡単に言えば。で、その次は、explain your preference。まあ、それは本当に、まあ、justify your opinion のような感じなんですけど、えー、っと,とっても似てますね。 Give some examples. まあ、時々、give one or more examples, give two or more examples とか、えー、とのようなインストラクションがありますから、それを気をつけて、えー、とあのちゃんと一、まあ、つ、でもこの場合は give some examples だから、一つは多分足りませんね。2つ、3つ、4つの、えー、と例を挙げたらいいと思いますね。 で、よく、えっ、ー、と、6番目のプロンプトね、最後のプロンプトは、よくこれが出てくる。Ask a specific question. で、質問しなかったら、ちょっと、えっ、ー、と、難しいですね。だから、あの、よ、だから、それを読んで、えー、読んだらね、まあの、ごめん、あの、Ask a specific question を見たら、必ず質問してくださいね。 えっと、忘れないで。これはとても大事ですね。必ずとは言えないね。でもだい大体、えっと、6番目のプロントは、ask a specific question. じゃあ、えー、っと、まあ、strategies for success。一つは、focus on the topic ね。What questions are likely to appear about the,、uh, about the given topic? ということは、もし、えー、っと、そのトピックはスポーツだったら、じゃあ、 何の質問しますかスポーツが好きですか何が人気がありますか、えー、とどこでしますか誰がしますかとかね、えーと。ということは、そのトピックを考えて、えー、とずっと、まあ、どうやって適当な、えー、と答えを作れば、あの忘れまあ、ずっと頭,頭の中で考えてくださいね。で あのもしその質問の内容全部分からなかったらね、ちょっとある部分分からなかったらね、じゃあそのこのジストはね、What is the general idea here? とかね、何々たい、何々ことがありますか何々た方がいいとかね、えーと、何々についてどう思いますかとか、だから、えーと、ある部分分からなくても、えーとね、あの頑張って答えてください。 例えば、えー、とこの間あの、僕のクラスで、えー、と何々がしたことがありますかでもその,その前に、えー、と僕の、えー、と生徒はまだは分からない、えー、と漢字を使っていましたね。あので,でも、基本的にその質問の内容を分かってたら。ね 何々、何何か、何したことがありますかはい、私は何何、はい、したことがあります。い,いえ、したことがありません。ね。答えたら、えー、と大丈夫ですね。とりあえずね、えーと。やっぱりもうちょっと詳しく答えたらもっといい、えー、と点数が取れますけどね。で、look for question words、ねえー。何、いつ、誰、どこ、どんな。ね。えっ、ー、と、and how are these related to the topic? ね。 えっと、まあ、どうして、なぜ、なんでとかね、必ず、理由を書いてくださいね。えっ、ー、と、で、これ、どっち、どちら、どれを見たら、えっ、ー、と、まあ、必ずね、make an appropriate choice とかね。で、できれば、えっ、ー、と、その理由ね、reason も、えっ、ー、と、書いて,てくださいね。タイプしてください。いいですかじゃあ、 えっとじゃあ2番のえー、っと strategies はね do your best forget the rest ねあのねえ if you're not 100% sure of the meaning of the question ね try to answer as best you can ねあのわかりませんとかもう一度とか使わないでくださいえー、っとそれだけだったら0点になりますねそのプロントは0点になりますねえー、っとで 最後の方が、もしその文章が終わらなかったら、えっ、ー、と、心配しないでください。 それはマイナスになり,なりませんねあの。90秒しかないからね。えっと、私はものすあのタイプはものすごく苦手なんですけど、えっと、だからあの試験受けたとき、受けたらね、えっと、もし僕ちょっと困るね、タイプ。でも、例えばその文書の途中でその時間がなくなったらね、心配しないで、えっと、その,あの半分の文書は全然マイナスになりませんね。 で、これは大事ですね。えっ、ー、と、questions scored in isolation. ということは、えっ、ー、と、採点するね、スコーリングするときに、まず、みんな、一番、全部答えますね。ということは、その、その、その、プロンプトと答えだけ見ますね。一番。えっ、ー、と、で、例えば、その次のプロンプトに、えっ、ー、と、同じこととか言ったら、えっ、ー、と、大丈夫ですね。 それもマイナスになりません、ね。例えば、えっ、ー、と、どっち、A と B どっちの方が好きですかえっ、ー、と、まあ、私は何々が好きです。なぜなら何々ですからですね。で、その次は、あ、そうですか。それはどうしてですか同じえとりを、ま、もう一回書いても大丈夫ですね。えっ、ー、と、3番は、えっ、ー、と、漢字。漢字を使ってください。えっ、ー、と、全部ひれがなかかってねで読あの、書いたら、 ちょっと読みにくくなりますね。ね、Interfuse with readability. だから、えっ、ー、と、なるべく、あの、ね、AP の漢字を使ってください。えっ、ー、と、で、まあ、みんな、まあ、漢字とかのタイプの練習したことありますからね。えっ、ー、と、例えば、えっ、ー、と、勉強をタイプしようとしたらね、あの、もし、 その勉強の漢字が出てこなかったら、あ、じゃあタイプが間違ったかもしれませんね。もしかしたら、番教か何か、あの、勉強か何か間違ってタイプしたからね。私は、まあ、さっき言ったね、タイプが苦手ですからね。だから、よくなんか、そういうが、そういう問題がありますけどね。だから、あのー、まあ、必ず漢字ね、あの、もう、えっと、買ったからもまあ使ってくださいね。 えっと、必要だったら、それも使い、使ってくださいね。で、take a chance with difficult senses、ね。えー、っと、ということは、あの、ずっとなんか簡単な文章を、えー、っとタイプしたら、あまり良くないと思いますね。で、もし、もうちょっと複雑な、えー、っと文章をタイプしたら、 えーとタイプしてもえっ、ー、とでもちょ,ちょっと間違いあってもえっ、ー、とまあ大丈夫だと思いますねえっ、ー、とでもあのまあ単文ねあの short sentence だけだったらねえっ、ー、とそれはあまりえっ、ー、とまあ良くないと思いますねだから4年生ね AP レベルの文章をタイプしてください1年生の 私は何々です。私は何々ですとか、私は何々ですだけじゃなくて、えー、っとね、あの、もうちょっと、あの、難しい文章を、えー、っと、書いてください。さあ、えー、っと、ちょっと、あの、見てみようかな。えー、っと、一つの、えー、っと、AP の例をちょっと見ましょうね。 And directions. You will participate in a simulated exchange of text chat messages. Each time it is your turn to write, you will have 90 seconds to respond. You should respond as fully and appropriately as possible. There will be six times when it is your turn to write. You will now begin this part. えっと、で、これは、えー、っと、まあ、あの、試験の、あの、まあ、内容、ね、えー、っと、試験の画面ですね。で、これは、ちょっとヒントがありますね。You have a conversation with Ryoji Sumida, a student, ね、姉妹子の生徒、えー、っと、about healthy habits. じゃ健康のことです。今、頭の中で、健康のこと。 どういうい質問しますか何が健康やっぱり考えれば、えー、と食べ物は絶対関係あるね。運動も関係あるですね。あと何かなじゃあ、えー、とでもずっと、ね、頭の中でじゃあ日本語で健康に関係ある、えー、と単語とか表現を、ねえー、と考えてください。 じゃあ、えーと、それぞれのプロンプトと,、えー、と例の答えをちょっと見ましょうね。えっ、ー、と、ま先生、お願いします。えっ、ー、と、このプロンプトを読んで、で、まあ、タ、のー、先生はどういうふうに答えたらいいと思いますかお願いします。はい。えー、質問を読みます。今日は高校生の生活についてお聞きします。 あなたは何時に寝て何時に起きますか、えー、この質問では、えー、っとプラクティスのことを聞いてますね。何時に起きますかなあ何時に寝ますか、えー、ですから、えー、自分のプラクティスのことを具体的に書いてください。時間も書いてください。 はい、ありがとうございます。で、やっぱり、えー、っと、もしかしたらた、例えば、寝るの感じとか、起きるの感じ、あまりよくわからなかったら、ちょっと考えれば、あなたは何時に、ん何時にん、何がいいああ、起きると寝るかなとかね。まあ、えー、っと、答えをちょっと見ましょうね。えー、っと私はだいたい6時に起きて、10時半に寝ます。えー、っと、学校があるから6時に起きなければならないけど、 もっと寝たいですね。えっと、やっぱりこれは、えっと、ま、起きなければな,り、ま、ならないとかね。えっと、けど、ね、もっと寝たいです。それはやっぱり、えっと、あの、もうちょっと、えっと、難しい日本語を使いましたね。えっと、B は、今日は、あの、毎日私が10時に起きて、7時寝ます。えっと、 すごいですね。<laughs> はい、あの、まあ、とにかくと、何言ってるか、何言ってるか、あのちゃんとわかりますね。私は寝る9時を寝ますは、ちょっとわかりにくいですね。えっ、ー、と、だから A は6点、B は4点で、C は2点ですね。はい。えっ、ー、と、じゃあ次に行きましょう。 はい、また、あの、また、また先生、あの、読んで、どうやって答えたらいいですかはい、えー。夜、早く寝ることについて、どう思いますか、えー、これは、えー、皆さんの考え、Your opinion ですね。ですから、これは、perspective を聞いている問題になります、えー。自分の意見を書いてください。うん、ねどう、ということは、その、instructions は、 ここ、state your opinion. ね。state your opinion. えっと、どう思いますか早く寝ることについてどう思いますかえっ、ー、と、で、ここは、まあ、最初からね、いいと思います。まあ、ちょっと間違いがありますけどね。えっ、ー、と、体にいいですから、あ,あ、reason ね。理由があります。でも、ああもうちょっと、elaboration ね。 あのまあ、宿題と部活あるからね、えー、っとちょっとねそんなに難しいあの、そんなになるのはちょっと難しいですね。あの早く寝るのは難しいですね。アルバイトもしなければなりません。だからたくさんのラボレーションがあるね。ねえー、っとということは、これは6点で、あの私は早く寝ることを方がいいと思います。ああ、じゃあ早く寝た方がいいと分かるね。えー、っと 寝る大切。これ、ほら、ほら、これはね、とすごくいい例ですね。えっと、途中でちょっと終わったけど、まあ、あの寝ることは大切だと、まあ、私はわかりますね。みんなわかる。あ、ごめん。えー、っと、すみません。あの、だから大丈夫ですね。えー、っと、あ、ごめん。ちょっと、すみません。えー、っと、でも C は、えー、っと、まあ、 あのなんとなく、まあ、はっきりわかりませんね。えー、とだから、あのまあ、2点になりますね。ちょっと難しいですね。えー、とじゃあ3番はね、えー、とじゃあ、また先生、お願いします。高校生はどんな運動をよくしますか、えー、これはどんな運動ということですので、えー、プロダクトを聞いていることになります。 えー、スポーツとか自分の考えている運動のことを書いてください。はい、ありがとうございます。えー、っと、そうですね。あの、運動、ね、エクササイズね。あの、だから、ああ、いいね。ハワイでたくさん高校生はスポーツとか、えー、っと、海に行くね。だから、やっぱりやあの、水泳とかは人気がありますね。 えーっと、で、これをまあ、例えばこのスポーツはちょっと間違ったけど、ここは六点は大丈夫でしたね。えー、っと、やっぱりスポーツは勝っ手かなんですけど、えー、っと、ダンスもできると思いますね。あの、まあ、水泳と野球は運動ですね。えー、っと、えー、っと、で、あの、あの、C はあの一点で、まあ、剣道のお話したんですけど、 えっとなんとなくちょっとまああのわかりにくいですね。あのだから次いきましょう。はい。また先生、お願いします。はい。私は毎日朝ごはんを食べますが、あなたはどうですか、えー、これはリスポンドになりますね。リスポンドですね。うん、それで、えーっと、まずリスポンドをするということで、その答えとしては、 例えば、えー、何を食べるか、プロダクト、例えばパンとかご飯とか、そういう例を入れたらいいと思います。はい、ありがとうございます。そうですね。基本的にこれは、例えば簡単,な、えー、とこうた簡単にあと答,えあの答えたら、えーと、私は毎日、じゃ僕はね、えーと、私は本当に毎日、えー、とバナナを食べます。 ブラナが大好きですね。えっとでも、やっぱりもうちょっとえっと説明したらいいと思いますね。えっと、だから、えっと、まあ、この場合は A はヨーグルト、えっと、グラノーラとかね。えっと、で、理由もありますね。えっと、作りやすいし、作りやすいし、美味しいとかね。栄養もいいね。えっと、まあ、B の場合は4点は、えっと、毎日ね、 食べますえー、っとであの C はえー、っとねあのこれは C はね全部ひれがなでねえー、っとえー、っとでもなんとなくはっきりわからないねえー、っとまあ毎日何か食べるとかねそのその話をしてるけどえー、っとまああのでもそれはえー、っとはっきりあのの答えになりませんね えーっとじゃあまた先生お願いします5番はいそれはどうしてですか、えー、これは explain、えーうん、自分の考えを perspective、えー、ですねを説明してください、うん、はいありがとうございますねえー、っとやっぱりこれはえー、っとまあ perspective ですねエクスプレ explain で例えば あのここにやっぱりもう説明しましたね。どうして、えっと、ヨーグルト、グランを食べることもうあの説明しましたとかね。でもそれはどうしてですか、えっとまあ、これは違う生徒の,あの答えなんですけど、あの同じように、えっとまあ、また、えっと、作りやすいし、おいしいし、栄養がいいとかね、そういうこと書いても大丈夫ですね。 えっとまあお腹が空いていますからねそれはそ一番ねあのでもあのその文章を通してあの複雑な文章を使ってますからねえー、っと時間がありませんからあそっかはいえー、っとでまあ食べ物をうちで食べたあのこれはまああの説明になりませんねえー、っとじゃあ次6番最後はえー、っと はい、お願いいしますまた先生はい、体にいい,い生活がしたい高校生にどんなアドバイスがありますか、えー、これは、えー、アドバイスですが、えー、例えば、えー、プロダクトだけで、えー、スポーツの例えばサッカー、そういう答え方もあると思います。そして、えー、プラクティスで、えー、サッカーをすること。 という答え方もあると思います。そして、まあ、一番いいと思うのは、パスペクティブということでえした方がいいと思います。そういう自分の意見を入れた答え方もできると思います。はい、ありがとうございます。確かにね、えっ、ー、と、give at least one suggestion ということは、えっ、ー、と、まあ、何々すればどうですかから、何々したらどうですかとかね、えーと、何々した方がいいとかね、 あのそれでも大丈夫です。じゃあ答えを見ましょう。えー、っとまあ A は、えっと、5点を、ね、取ったね。あのやっぱり、えっと、早く寝ることね。 えっと、健康な食べ物の話もした。えっ、ー、と、毎日運動ね。えっ、ー、と、まあ、早く寝ることの方がいいと思います。ということは、まあ、あの、suggestion ね。えっ、ー、と、食べる方がいいと思います。やっぱり、まあ、この文法はちょっとあの間違えてるけど、えっ、ー、と、意味がわかりますね。えっ、ー、と、で、B は4点で、えっ、ー、とめあの、いっぱいお水を飲みますね。 あのお水は一番大事なと思いますね。あまあ、なんとなく、これはじゃあ、たくさん水を飲んだ方がいいとあの思います。ということは分かりますね。えっと、たくさん水を飲めばいいと思いますね。えっと、で、C は、えっと、なんとなくもうちょっと、あのその、エドバイスとしてになりませんから、えっと、2点になりましたね。 はい。じゃあ、今日の要点は何ですかえー、っと、まあ、keep the topic in mind ね。その、この、この場合は、えー、っと、健康の話ね。えー、っと、ということは、食べ物、栄養、スポーツ、まあ、運動とかね、えー、っと、寝ること、えー、っと、それは、まあ、とても大事ですね。えー、っと、で、あの、その、質問の、 内容をよく考えてください。えっと、その Question Word どこ、何、いつ、誰とかね。えっと、で、なるべく full and appropriate response、ねえっと。スポーツがいいですだけじゃなくてあの、ねあの、もうちょっと説明したらいいと思います。Elaberation and Detail はとても大事ですね。で、やっぱりあの漢字を使わなければなりませんからね。忘れないでください。 はい。それでは終わりましょう。今日はね。えー、っと、また、えー、っと、あ明日ね、えー、っと、会いましょう。はい。じゃあ、はい。さよなら。